つて大伽藍を誇った大安寺の奈良時代の様子を再現する CG が7割程度完成し、昨日公開されました。大安寺は奈良時代、現在のおよそ25倍の広さに90余りの建物が立ち並んだと伝わる大伽藍でした。制作中の CG は七重の塔や南大門、金堂などの主要な建物を仮想空間に再現するもので、コントローラーを使って伽藍を見て回れるよう設計されています。軒下の構造や屋根の反り具合なども天平時代の書物などをもとに細部まで再現されています。 CG は来年3月末までの完成を目指しており、昨日からは個人に寄付を募るクラウドファンディングもスタートしています。軒下の、ヘリシモさんのオペラ部さんという